日本海軍発祥の地ね。ちょっと小さいけど見えますでしょうか。日本海軍発祥の地という、これまた12.6メートルの高さの巨大な日が経っております。記号したのが、はい。えーえー、これが昭和15年の記念事業でね、期限2600年の記念事業で建てられました。その当時の内閣総理大臣にして海軍大将、まあ海軍大臣も歴任しましたが、終戦の時の海軍大臣でもあります。与内光政、ね、による記号なんですね。 はい、でこれも戦後、ちょっとあのぶっ壊されかけたんですけれども、修復されて今に至っている、ね、地元の方があのお守りくださっているわけです、ありがたいことでございます、与那井光政、この方もあの評価は難しいですね、与那井光政はあの盛岡藩の出身でございますので、えー、岩手県盛岡市の一番大きな神社、盛岡八幡宮のねこ、以前、行ってき私、去年行っ,ってきましたけど、盛岡八幡宮の境内に、なんかあの、境内者みたいな感じになって、そのも をくぐるようになっててまましここちらのところに、えー、内像がございますぜか軍服じゃないんですね、なんかまあ別にあの岩手があの左翼的な人が強いと断定はできませんけれども、まあ、軍服で作るとちょっといろいろ問題があったんでしょう、戦後ねだから軍服ではなくて、まあみまあ、民間人ではありません、まあ、元首相として軍人である前に元首相として、まあ、こうやってあのいわゆる民,民,間,民間服というんですか、えー、背広を。 姿で映っていま世内光政も浮力は難しいというのはです、ね、世、えー、内光政はなんかこう普通の本とか、ね、あるいはあの阿川博之さんの本とかだと、えー、なんか戦争に反対した、三国同盟、日独位三国同盟に反対したということで和平派、リベラル派みたいな描かれるんですけどそんな単純なものじゃないんですね、うん、シナ事変、日中戦争の時は、例えばあの中国との戦争拡大につながってしまう海南島占領作戦みたいなのをもう積極的に推し進めたりとか、えー、そもそもその 前段階のトラウトマン工作打ち切り、蒋介石に対してね国い帝国政府は事後、国民政府を相手とせずで第一次この SMA て出ますけども、あの直前まで陸軍は逆にあの和平、ね、あのちゃんと和平工作とかも展開してるから、早期和平をすべきだというふうに食い下がってたのに、海軍当時海軍大臣だというのは三ツ笠こそがです、ね、そんな弱気なことを言ってどうするんだって、当時の,あの。 参謀次長、えーまあ、参謀総長は会員の都人親王殿下宮様でしたから普段は会議に出てこないだって責任取らされますからねあの会議に出ていろいろ仰せられるとだから、えー、その参謀総長代わりに会議に出席しい,いつもしていたあの多田駿という、ねえー、参謀次長をどな、まあ、りつけてこう押さえつけてで、えー トラタマン工作、和平工作打ち切りで第一、この世生命で、ね、自己国民政府を相手とせずっていうのをこの世、不倫丸に出させちゃうわけですよ。だから、うん、和平派なのか何なのかちょっと分からないところがありますが、まあ、しかしそこはね、与那井光政なりの考えがあったんでしょう、まあ、ただ興味深いのはあの終戦のとき終戦のときは穴見コレチカ陸軍大臣が徹底抗戦派与那井光政海軍大臣がなんかこうもう即時和平派みたいな感じで、ね、ポツダム宣言早く受け入れろみたいに言ったと言われていますが、しか ししかし最後、穴見コレチカの腹芸のおかげで。あの 最高戦争指導会議がね、3対3になってくれたから、それで天皇の御清断っていう、まあ、あの <laughs> まあまあ、えっと、穴目コレチカというか、穴、ま、目、あ、コレチカと通じた、えー、鈴木勘太郎の知恵で3対3になったから、えーまあ、3対3で結論がつかないから、御清断、天皇陛下による御裁定となって終戦になったということを考えると、じゃあ、与那光政の役割は何だったのかって、やっぱりちょっともうちょっと考えなきゃいけないわけですね。 夜内は綺麗と言ってたというふうに伝わってますけどねそ,のそ,そっちもそのシーンは何なのかっていうのが気になりますが。はい 大東亜戦争、まあ、その前のシナジ変も戦,い戦っている日本軍にとって、えー、なんかもう敵国はムカつくは戦っているんじゃなくてこの建国の時からの歴史建国前からの歴史を背負って戦っているということがこれも皇、ね、軍発祥の地の日と合わせて分かっていただけると思いますそういうところから、まあ、関内神社のみならずこういうところでも改めて海軍が日本を守ってで日,本が日,本人が日本の地域がそれぞれ神社を守ってで神社が軍隊を守ってその伝える。 歴史を伝える、つなぐというね、えー、そういう関係を改めてお分かりいただけたと思います。ぜひ宮崎で、えー、まあ神武天皇関連遺跡ね、あの、皇軍発祥の地のところも、えー、日本海軍発祥の地も行ってみてください。はい、えー。また行った時の感想もお聞かせいただければと思います。